玉ねぎ、玉木と、はい、お次は僕たちの地元の白鳩海岸に来ました。ちょっと海の家の方を歩いてみましょう。みんなも知らせの海岸に来てね。違うよね。あれ片方に体重がかかるとこのままになる。ありがとう、ありがとう。というわけで今、何十年何年高校生の時とか来てたあの焼き鳥屋さんがやってたんで見たらまだやってました。ちょっとね話を聞いてみたいと思います。あの地元に久しぶりに帰ってきて、はい、看板がついてたんで来ちゃいました。ああ、はいはいはい、何回もってすごい良かった、びっくりしました。覗いてやってたんで死んじゃったかと思ったよ。ほん、はい、高校生の時に八日市場から自転車で来た男の子連れて3人で来た子、覚えてますか？はい、あ、覚えててくれた、嬉しい。そう、あ、僕です、美容師です。はい、そうです。うわー、嬉しい、覚えててくれた、すごい、嬉しいね。ネギマ初凡人に変わってない、はい、あと、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、つなぎも、じゃあ、2本ずつ、2本ずつ、はい、え、俺も食べんの？俺食うが大丈夫。え、全部2本ずつ食うの？うん、すげえ。食いて、食いてんだ。学校も行かなきゃいけなかったんで、ちょっと厳しいってことで。今結構何屋さんやってるの？僕は今全然関係ないですけど、なくて。僕31ですよ。そんなになるの？ええ。26歳とか。そうです。あの頃ね、高校にね、はい、どういう商業に入ったとかって言ったら。そうです、そうです、そうです、本当に。だからすごいねって言ってたんだろうね。いやいや、もう僕たちの時はもう東金商業はそこまで。いやいやいや、今は。あ、そうですか。写真撮ってもいいですか？写真撮らせてもらって、写真撮ってもいいですか？ちょっと聞こえてないとちゃんとはっきり言った方がいい。写真撮らせてもらってもいいですか？どうぞ。はい、このさ、そうですよ、ね、うわー、騒ぎながら来てさ。はい、というわけで今日は一日白里をですね探索をして川島家の実家に来ました。お父さんとお母さんとね喋ったりして今から寝て明日に備えようと思います。明日は地元からだいたい30分ぐらいかな、蓮沼ウォーターガーデンというところに行きたいと思います。じゃあまた寝ましょう。サービス、おやすみなさい。おはようございます。このさ、この部屋の色もさ、気持ちいいぐらい暗くなると思うよ。そうだね、マジで真っ暗だもんね。じゃあ、また明日。アディオ、アディダス。何やってんの、ともくん。寝るんじゃないの？寝るよ。何それ、見せて。はい、じゃあちょっとどうですか、お味の方は。寝る前の辛味の調は、うん、から最悪、最悪かよ。しかもじゃあ買うな、最初から買っちゃうんだ。大丈夫ですか？失礼はないですね。はい、しっかりすぎて。みなちゃん、
玉ねぎいっぱい植えるの。あ、玉ねぎなんだ。私がいるの。あ、マジで、うん、それ何、あの出荷すんの。うん、そうそう、出荷玉ねぎ掘りはさ、うん、東京が3日って使うの。あ、そうなの。困りって、あ、そういうことね。その玉ねぎを何、出荷っていうかあれか、出荷してるの。懐かしい。ここで中学校時代は一人の部屋として使っていました。ともくんがよく遊びました、この中で。今は誰も住んでないのでちょっと中がね結構汚いみたいなんですけど、これね犬がいましたね。タロだっけな、なんだっけ、コロだ、コロがいました。眩しい。というわけで行きたいと思います。はい、今ですねもう一人のメンバーの家に来たのでちょっと呼んでみたいと思います。いいかな、準備は。よ、はい、せーの、よーすけくん遊ぼ。時間来た、いろいろだね。そうだ、車のドアのとこにハマジとブー太郎的なやつが見えかけてる。あ、めっちゃ、いや、レジャーシートはね、ある。はい、おはようございます。というわけで、3人になりました。今から、蓮沼ウォーターガーデンに行きたいと思います。今日の意気込みをどうぞ。ふくらはぎがね、やっぱり、よく揉まないと、小村帰りになっちゃうので、はい、かつて、そういう、水泳選手もですね、いくらもなく、小村帰りで、メダルの県内が、ちょっと自分 YouTuber とかあんまりなんで、すみません、ね、県内に本当に、顔だけは本当にザイクかけてもらっていいですか。お前、まだ喋ってるし、すみません、ドイツ感なし。行ってきます。笑顔に会いに行こう。仕事も早く終わるようになったから。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、こっちにいるんだ。じゃあ、いいね。響き万歳。今、ウォーターガーデンに着きました。人がすごい、列が。結構日が当たるから端っことかのがいいかもしれない。もうちょっと、すごい人です。予想外の人の多さ。はい、今ですねテントをちゃんと張ってやっと座りました。今ね、現在の時間が9時半なんですけども、この時間でもうすでにほとんど満員です。もうね、遠くの見えないかもしれないですけど、プールはね、もう人がごった返してます。違う、絶対違う。ちょっと、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 テントに戻ってきたんですけど、大事件が発生しました。はい、トモ君がちょっと携帯の電話を海の中で落としてしまったみたいで、今大捜索中です。荷物はちょっとプールの方にあったので取りに来たという感じです。あれはだいぶ痛いね。流れも強いんで今からみんなで探したいと思います。
まあ海に戻ってきました。さあどうだったんでしょう。どうだった？え？どうだった？